新車の酒とラーメンはうめえ。おかえりバンドキパー、深夜のバンディとバーン、うんちゃんです。はい、深夜でございます。今はもうすぐ12時になろうとしていますが、お腹が鳴ってます。我々の生活っていうのはね、乱れております。まあ、乱れておりました。もっと乱れておりました。最近はね、もう運動したりするようにしてたりして、もう寝る時間に寝て食べる時間に食べるってしてるんですけど、ちょっと前までなんかはもう本当食べたい時に食べて寝たい時に寝て、昼だろうが夜だろうが関係なく食の不干渉になってしまった、不干渉になってしまったので、今はもうちょっとちゃんとね時間決めて食べたり寝るようにはしてるんですが、たまにね、そうたまにやりたいじゃないですか。やっぱ深夜っていうのは楽しいです。そして深夜っていうのが本当の夫婦の時間です。はい。だからもうこの楽しい時間を失いたくないということで、たまにやらさせていただいております。今日がその日でございます。暴食の日。深夜の暴食暴飲の日。はい。チートデイ。ということで今日用意したのはこちらでございます。二郎系インスパイアラーメンをですね、鍋にしました。お取り寄せできるインスパイア系をお取り寄せしまして、そのスープで今鍋を作りました。チャーシューとかも入ってるやつだったんで、まあ、用意したのはキャベツともやしだけで、まあお肉足りなかったら豚肉も入れちゃおうかなみたいな楽しい鍋にして、最後締めでラーメンで美味しくビールを飲みましょうと。そうよ、早く、はい、じゃあちょっと火かけちゃっていいですか。乾杯しようか。はい、乾杯しよう。ちょっと泡がなくなってきちゃった。乾杯。はい、新しいシステムだ。顔にも、映ってるよ。あふれんばかりの、ちょっとあふれそうだね。野菜たちが水。あ、じゃあ、じゃあ。大丈夫か。意識高いじゃん。ここら辺はちょっと意識高い。じゃあ、食べましょうか。食べましょう。いただきます。あ、いい匂い、マジでめっちゃいいじゃん。うるさいな。じゃあ食べさせていただきますね。うん、まい。これ幸せだな。いいんですか、こんな。めっちゃ美味しいな。ちょっとこれ食べていい？でかー。いや、肉の分厚さやばいって。すごっ、すごい脂だ。あ、見るない。もやしの追加もございますので。第2弾いくじゃん、もうそろそろ。いっちゃう。全然いけるわ。そう、じゃあもやし持ってくる。もやしと豚肉入れようぜ。はい。これマジ定期的にやりて。ああ、知ってしまった、こんなことが家でできるのか。うわ、じゃあこれぐらいで。はい、うんちゃんや。うん、ビールだな。ありがとう。うん。なんて美しい妻なんだ。我が家の妻は美しい。うるさいよ。でもやっぱ麺の分考えて食べないとダメね、これね。うん。もういっぱい。もやしはまだある？ない。ない。もやしサンタも食べた。はい、麺できた。それでいったま。うわお、できた。ビールおかわり。締めのラーメンいただきます。もう一玉食えるわこれ。めっちゃうまい。でも意識高いバンディがもうやめとけって言ってる。あちえ、油油あちえ。素晴らしい深夜でした。満足しました。ごちそうさまでした。あー、うまかった。もう最高じゃんこれ。まだ日またいでそんな時間経ってないですよ。お腹はいっぱいで食べれないかもしれないけど、うん、まだ2杯目じゃないですか、うん、まだお酒あるじゃないですか。夜はこれからです。夜はこれからです。いただきました。遊ぼうというわけで、今回はこちら、デレン、デュエルハント、リニューアル版
を用意いたしました。何それ、あ、パズルゲームじゃん。そうです、ここに書いてあります、奪って集める戦略パズルゲームでございます。ちょっとこれ はける、あ、熱いよ。というわけで、この動画は株式会社川田さんの提供で制作させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。意識低いなこれ見て、うんちゃん、かわいい、これキラキラしてるでしょ、ほら、かわいいんですよ。これリニューアル版ってさっき言ったんですけど、リニューアルされてこのキラキラ度が増したみたいです。はい、ジュエルハントとは子供から大人まで誰でも遊べる簡単ルールの戦略パズルゲームです。基本ルールは交互に持ちジュエルをトレイにセットしていって、トレイがいっぱいになったらそのトレイをゲット、2人ともが置けるジュエルがなくなったらその時点でゲーム終了、最終的に獲得ジュエル、これがポイントになるんですけど、そのポイントが多い方が勝ちという単純明快なゲームでございます。これがゲットできたら最高な、だいぶでかいですよ。そういうゲームでございます。リニューアル版にはこのジュエルハントをより熱く楽しくするものが加わっております。じゃん、カードでございます。パッと見緑がめちゃめちゃ多いんですけど、緑以外もこういうようにね、いろいろあります。自分のターンの最初にまずこのカードを引いて、このカードの効果に従って進行していくことになります。その効果はこのようになっています。パッと全部は覚えられないと思うんですけど、ハントっていうカードがまあ基本のカードになります。自分の好きなトレイにセットできるカードになります。これがいっぱい入ってて、変わった効果のカードがその他に5種類、全部で6種類のカードが用意されています。どのカードもね、自分が不利になったり有利になったり、うまく使えればもちろん有利だし、間違った使い方しちゃうと急に不利になったりしますので、はい、ちゃんとずっと食ってるけど、うんちゃん緑でいい。効果が従えない時の細かいルールもあるんですけども、やりながらやっていきましょう。そこは負けたらこれ洗い物よかろう、いいですか、はい、よし、じゃあ先行後攻、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ僕先行で、絶対先行の方が得だと思うんです。じゃあまずカードを引きます。まず引く、ハント、手持ちのジュエルの中から一つ好きなトレイに置くことができます。まずはちょっと大きめのは置きにくくなってくるんで、早めに消費3を置きます。じゃあ私行きます、はい、やー、ハント、基本のカードですね、やー、はい、やー、あー、もう出た。じゃあ僕のターン、やー、ハント、対抗して、やー、取っちゃう、やトリック、トリック、トレイにセットされてる相手の色のジュエルを一つ他のトレイに移動する、そのカードの効果をやった後自分のもう一ターンが来るんで、そこをうまく使うと、うん、それをそこでいいんですか、なんでもっとうまく取れるところありますよ。ああ、そうか、なんでそんな負けちゃうじゃん。じゃあここで、はい、まだうんちゃんの方が初心者なんで、いやー、このターン、いやー、停電、場のトレイ上にセットされている自分の色のジュエル一つと別のトレイにセットされている相手の色のジュエル一つの位置をすり替える、何もできないのでこのまま自分のターンが訪れます。最初の方はね、こうやってね、何も起きないようなことが多いと思うんで、効果がハントと同じような効果になります。はい、いやー、バランスよく置いていくしかない、はい、うんちゃんターン、いきます、ハント、ハント、いやー、4を使ってきました、贅沢に。さっきも4使えばこれ取れたじゃん。4持ってること忘れてた。じゃあ俺のターン、いやー、また停電かよ、何もできないわ、これ入れ替えるしかないんだ、入れ替えて、場所はどこでもいいと、でこの辺置いとくか、いやいやハント、いやじゃあ俺のターン、いやー、トリック、トレイにセットされてる相手の色のジュエルを一つ他のトレイに移動する、これをここに置きます、はい、そして私のターン、でってでーん、10、一番大きいのを取れた、これはでかいよ、やります、はい、
やー、でーでーん、すり替えるです。すり替える、場所はどこでもいいんだよね。はい、食べやー、ほっ一回休み。これが出ると何もできない。これはね、大事な局面に出るとしんどいけど、まあ今はまだね、わかんないから。はい、行きます。はーんと。と。おやー。はい。俺のターン。いやー!2 連続!うーん。いやー。よし。はい。いや意外とでも、後半戦。手持ち多い方が有利だな。じゃあ送ります。はい。やあ。ハント。やあ。いきます。やあ。ハント。あ、俺2がもう埋めれない。いつの間に。どこを置いてもうんちゃん多分置けちゃうんだ。なるべく被害を抑える形で。やあ。やあ。ハント。やあ。はい。あれでもいい感じの点数差なんじゃないの今。同点だ。まだわからない。カードが出るかもしれないから。いやー、やば、最小限の被害を抑えるにはこれしかない。いやー、うんちゃんどうぞ。おーい、出ました、没収。自分がゲットしているトレイの中から一番ジュエルのポイント数が多いものを一つゲームから除外します。いやー、欲がない。なくなったじゃんか。でもう一回置くんだよね。はい、置きます。いやー、でもこれもらえたから、やば、まだ負けてるんだ。あ、でもうまくやれば、俺が変なの引かなければ、うん、でももう没収はないから。いやー、アント、いっか、これで。いやー、最後ジュエルないけど置けないって状態になってないんで、引いて置けないですってなった時点でうんちゃん終わり。ピシシシシ、いやあ、取引。取引、ゲットしているトレイの中で一番ポイントの高いものをお互い相手プレイに渡します。うわあ、やば、俺10で。7? うわ、3引くなくなった。いや、やべえ。でも私もないから終わり。あ、これでうんちゃんは終わりね。僕はでもこのターンで1、いければ勝ちだ。よし、行きます。いやあ、ハントでってでーん。接戦でしたね。で、最後僕もう一回引きますよ。いやー、トリック。他のトレイがないのでできなくて、俺置けないので、終了。結果発表。バンディ、9たす7たす4で20ポイント。うんちゃん。10たす5たす3で18ポイント。というわけで、2点差でバンディの勝利。楽しかったよ。楽しいよね。運的な要素も強いんだけれど、最後まで諦めずにプレイできる、まだ逆転できるかもしれないって最後まで戦えるという面白さがこのカードにあります。じゃあうんちゃんさん、皿洗いお願いします。はーい。こういうの俺負けるんだけどな、いつも。今日はね、カードの出が良かった。はい、というわけで以上でございます。深夜の酒飲みながらのゲームは最高ですね。まあ、この深夜の爆食もね、すっげえ今日美味しくてすっごい楽しかったんだけど、まあ、これはまたしばらくできないけど、これはまた明日やってもいいよね、うんちゃんね。ジュエルハントに関しては動画の下概要欄にURL ございますので、そちらからチェックしてみてください。本当に誰でも楽しめると思うので、一家に一台あってもいいんじゃないかなと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。それでは皆さん、うんちゃん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。